消えちゃうよ、消えてなくなっちゃうよ、というわけで画面の前の皆様こんにちは。デッドバイデイライトのお時間です。柏木ベルグラと言います。今回使っていく殺人鬼はね、透明のやつね、消えてないなくなっちゃう光学迷彩を搭載した、殺人鬼。もう非常に SF の世界な感じだけども、カーンカーンとか鳴ってる、カーンとね、カーンと鳴らせる。ただこのカーンって結構ね遠くから聞こえるから、このこれでビビってミスしてくれたら助かるんだけども。でこれの特徴的っていうのは、消えてる間はあの人間側からは視覚でしかあの殺人鬼の接近を、読み取れないんですね。心音とか鳴らないからね、なのでギリギリまでこれで近づいて、で解いてここ透明だったから分かんなかったようだけども、私ここ、違った、そうそう、ロッカーの中隠れる時ってちゃんと音鳴るんだった、忘れてたな。ちょっと消えるおじさん、ちょっと失敗しちゃった。テヘペロです。いや本当うざいね、テヘペロとか。私おっさんがテヘペロとか本当うざいよね、ごめんなさいね本当にね。この中よいしょ、光学迷彩の殺人鬼とか、どういう科学技術なの。しかし世の中ね、動物でも消えるやついますから、カメレオンみたいなやついるから。よいしょー、ちょっと待って、こっち来るな、どうなった、ちょっと待って、あのお互いくぐろうとしてた、あのお互いまたごうとしてた。仲いいね、ある意味仲いいね、お前とは気が合うかもしれん。遠い、どこも遠い。失敗したな、一度歩みを始めるともうそっちに行くしかない。これがね、殺人鬼の差がよ。あ、間に合う。ありがとうね。よいしょ、よいしょ。で、消えるわけですから、消えて待ち伏せするっていうのはありですね。こうやって。で、救いに来たところを、こう、出現して殴るわけだけど、これ意外と難しいんですよ、この。ちょっと待って、来てる。来てた。おい、ちょっと待って、あの吊るしてるやつほっといて行くのもどうかと思うけど、もうここまで来ちゃったからな。やべえな、もう行くしかねえ。いやー、意外と足早い、こいつ。この女、意外と足早い。追い込める。よし、あ、でも一人死んだやん。よかった。うん、うまくいった。じゃあ、ここに吊るしてあげ、待ちからねーっていう赤ちゃんプレイ。よーちょ、高いみたいな。高いっていうね。さあ、これ消えて待ち伏せしましょうか。これ難しいんだよね。出現するまでの時間が結構かかるんですよ。で、おそらくパークとかでこれ短縮できるんだけど、私何もね、この辺短縮するパークないから。でも、なんかそういう図を取りたいね。助けに来たところを出現して、パカーン殴るやつね。来ないかな。あと3つも空いてるからな。この女はほっとくわけないと思うんだよね、精力的に。今2人になってしまうと3つを起動するの相当時間かかるから、おそらく助けに来るんじゃないかな。ただどっから来るかだよね。いけるか。あの人影見えた瞬間も出現するボタンを押しますから。もうちょっと近い方がいいんかなこれ。あー、どうしよう、迷うね。気長にちょっとみかんでも食いながら待ちましょうか。透明でもみかん剥いてる時って気づかれないでしょ。みかん剥きながらなんかこう座って、ちょ、よいしょー、びっくりして眼鏡逃げたようだけども、女は死んだぞ。中途半端に復活させるから眼鏡中途半端に救うようじゃダメだね。あの女の子を触りたかっただけなんじゃないか、うん、女の子を触りたかったんか。
もふもふしたかったんか、くんかくんかしたかったかね。後ろや怖いね、ほんと怖いね、孔明って怖いね。もう今のね、心臓の悪い老人だったらもうちょっとショック死するレベルですよ、あんなとこか叩かれたら。遠い遠い、もう完璧に裏取ったね、透明でね。よいしょ、うん、よいしょ。構図的には助けに来たところをやっぱ取りたいよね、助けに来たところをパカーン取りたいよね。ちょ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 、やろ、助けに来た、消える前に来て、もうしゃあない、世話ないわこれ、消える消える世話ない、もうほんと消えなくてもいいやん、こんなんだったら。そこは消えたとこに時に来ようよ。なんちゅうか、タイミング、タイミング、しっかりタイミング。地下に連れてきましょうか、もう地下最強ですからね。行け。あー、これ行くな、行っちゃったな、これベル鳴らしちゃう、最後たくさんベル鳴らしちゃう、これがあの世に行くベルでございます。ベルクラだけに、いやいや、そんな何がうまくもないことを言えとは誰も言ってないけども、早かったな今回、瞬殺だったけどもね、うん、おかげさまで、ランクが上がりました。いや、透明になるのも意外と楽しかったね、サクッと終わっちゃったけども、1万5000も手に入るのは美味しいですね、うん、これレベル上がるかな、っていうか消える人のレベルを上げようか迷うな。あ、上がるやん、もう上げちゃおう。ミステリーボックスか、うーん、どうしようかな、上げちゃおうか。お、ウィンドストームっていう脇に入ったな、レベル3となりました。そんなわけで、短いですけどもご視聴の方ありがとうございます。皆さんのね、良きゲームライフの方を祈っております。ベルクラでございました、お疲れ様です。チャンネル登録は PC の方は画面のアイコンから、携帯機器でご覧の方は下のチャンネル登録ボタンの方からどうぞよろしくお願いいたします。